順天城の戦いは、慶長の役における戦闘。慶長の役が始まると、都会した日本軍には、全羅道を成敗し、中西道へも出動すること、その完了後は、上閣軍を帰国予定の大名が担当して築くことが命じられた。全羅道総統中に開かれた遊軍儀で、順天軍内へ、小西行長の居城を築くことが決定している。 全羅道総統任務を完了すると、予定通り、進出地を引き払い、順天軍の紅葉湾王部の沿岸2597年11月から、浮田秀家、東道高虎によって築城が始められ、特艦工事により城は12月に完成し、小西幸長に引き渡された。順天新城の完成後は、小西幸長、松浦茂信、有馬春信、 後藤島原宮美大村木前の五市一万三千七百人が、在番していた。1598年秋、明、朝鮮連合軍は、朝鮮半島南岸の和上軍を攻略すべく、総力を挙げての一大攻勢を企画し、東寺軍、中寺軍、西寺軍、水軍、の四軍に編成されて、南下を開始した。このうちの、西寺軍、水軍が、 順天に攻撃目標を定めた。西寺軍は、民軍2万1900人で、龍が引き、朝鮮軍は5928人で、県立が引いた。水軍は、陳引きいる、明水軍19400人、朝鮮水軍7328人は、立春心が引いた。1598年8月、民の西寺、大将、龍は、環城を出発し、 水原を経て全州に下る。龍は死者を水軍の本営古今島に使わし、陳に9月19日をもって水路から順天新城への攻撃を実施すべしと要求した。工場に先立ち、まず、明朝鮮軍は暴力を用いることとし、和議と称して階段を持ちかけ、そこで小西行長を池取りに使用する。9月18日、竜は、 書状を、小西行長に送り、明日、順天宮城付近で会見し、講和を結ぶべし。そのため、私は自ら短期で途中まで、気候を迎えに行こうと伝えた。小西行長は、竜を信じ会見に向かおうとした。これに対し、松浦主義信は、当人は、嘘偽りが多く、行けば必ず危うい。かつてピ壌ンでも騙されたではないかと監視したが、 雪長は聞かなかった。19日、龍は会見場所に向かう、途中の道の周囲に伏兵を置いて待ち伏せ、偽の人物を立てて、小西雪長を迎えた。要請に応じた、小西雪長が平服で城を出て会見場所に向かおうと、した。そこを伏兵が待ち伏せていたが、伏兵が起きるタイミングが早すぎたためこのく立ては、失敗する。そのため、 成功法に切り替えての向上戦となる。この日午後、地上から、明、朝鮮軍が、順天新城に進行し、海上からも明、朝鮮水軍が砲撃を加えたが撃退される。続いて20日21日と明、朝鮮水軍が城に迫ったが、日本軍は防戦して、これを尻け、明の遊撃利金が負傷し、戦死した、明兵も数知れずとある。 竜は一時工場を中断して、運転、疲労、防射、防廃等の工場具の製作に取り掛かった。工場具が完成すると、10月2日、明、朝鮮軍は、水陸両面から総攻撃を仕掛けた。地上では、工場具を貫いて外郭部に攻めかかったものの、城からの日本軍の鉄砲や大砲による反撃は、激しく多くの死傷者を出した。また、日本軍は、 木を見て、城から出撃して、敵を切り倒し、工場具に火を放って焼き払った。この日、地上では、明朝鮮軍は八百余人の戦死者を出して撃退された。また水軍による海上からの攻撃も撃退され、朝鮮水軍の蛇渡し、戦死、高余毒が戦死、聖保万古、朱義久、蛇両万古金聖玉、海南県干流。 陳東軍手、信義吉京、更新県嘩、そうなおはじめが負傷した。三日、劉は、陳に、今夜水陸共同で野衆を決行すべしと伝えた。ここにおいて、陳は午後八時頃水軍を率いて、揚げ潮に乗じて進み、野半城下に迫り、日本軍と攻防戦となる。戦闘中にわかに引き潮となると、明水軍の当選十三隻が浅瀬に雑傷する。 これを日本軍が炎上させた。明兵に死傷及び捕虜となるものが、はだ多く出て、生還したものは144名に過ぎなかった。朝鮮水軍でも、安骨万光樹が弾丸に撃たれる。翌4日も民、朝鮮の水軍による攻撃は継続されたが、城の守りは固く撃退された。このように3日、4日と水軍は、海上からの攻撃を実施した。 にもかかわらずこの間、龍の陸兵は動かなかった。これは万を持たして行われた二日の総攻撃の損害が大きかったことと、東方で四川大和城を攻撃した中地軍が島津軍に大敗を起死しており、その敗法が伝わっていた事情がある。10月7日になると、ついに包囲中の地上軍は撤退し、民軍は古順天に一万洋を残し、 龍自身は冬まで撤退した。これに伴い水軍も10月9日、海上封鎖を解いて古今島に撤退した。民軍の退路上には投棄された兵糧が散らばっており、このいくらかは日本軍が戦利品として入手した。こうして、秋ら、朝鮮の西寺軍、水軍による順天城攻略作戦は失敗に終わった。ほぼ同時期に行われた。 中地軍による四川山和城攻撃や、東地軍によるウルサン山和城攻撃でも、敗退しており、1598年9月末から10月初頭に、かけて実施された、明、朝鮮連合軍の総力を挙げての一大攻勢は、日本軍の反撃の前にすべて失敗に終わった。朝鮮王朝実録には、三祖寺の戦いにおいて、明、朝鮮軍は、 すべての攻撃で敗退し、これにより、酸素時に分かれた。明、朝鮮軍は溶けるように共に追え、人心は、恐怖となり、逃避の準備をしたと記述されている。明、朝鮮院連合軍は、順天城攻略失敗後、遠巻に、順天山和城を監視する体制に切り替えた。順天の戦いに先立つ8月18日、豊臣秀吉はすでに死去していた。 その死は朝鮮派遣軍には秘匿されたままだったが、秀吉なき後の豊臣政権では五大老ラによって、命、朝鮮と和議を結んだ上で諸軍を帰国させ、戦争を終結する方針が決定し、この方針を伝える死者は、順天城の戦いの後、順天の日本軍の元に到着した。これを受け子にしらは、民軍の竜と和議を締結し、人質を受領して、 撤退の手はずを整えていた。しかし、11月7日、明、朝鮮水軍は、秀吉主教に伴う日本軍撤退の動きを知ると、根拠地の古今島を立ち、11月10日には、順天沖に現れ会場を封鎖し、撤退を阻んだ。このため、小西らは、明水軍の陳と再交渉をして、撤退の約束を取り付けることに成功し、人質も受け取った。 ところが、日本軍の撃滅を望む朝鮮水軍の李俊臣が、これに激怒し猛抗議すると、陳も約束を保護にして、順天の日本軍が帰国することを阻んだ。小西ら五氏の窮地を知った、島津義弘、立花宗重、高橋宗松、小早川秀勝、筑紫広角、寺沢広高、周儀里志らは、水軍を編成して順天へ救援に向かい、 11月18日、ロ両海峡で、明、朝鮮水軍と激突したのが、ロ両海戦である。小西幸永、松浦主義信、有馬春信、後藤住春、大村木前の五死は、戦いの感激を縫って、脱出に成功し、11月25日、島津義弘らと共に、富山を出版して、帰国を果たした。 朝鮮王朝実録31から10から12から t p、6http コロンスラッシュスラッシュ silok.history.go.kr、ok. スラッシュ id スラッシュくな1311万12006。12朝鮮王朝実録31から10から12から、 http://silok.history.go.kr/.id/. l く千1311万12007朝鮮王朝日三3 1から10から12から 5http://silok.history.go.kr/.id/. l く千1311万120079参謀本部 日本の戦士朝鮮の役徳間文庫徳間書店、1995年、306ページ、朝鮮王朝実録。31から10から12から 5http コロンスラッシュスラッシュ s i l l o k、ok. h i s t o r y g o k r スラッシュ id スラッシュくな1311万12005、朝鮮王朝実録31から10から12から、 6http://silok.history.go.kr/.id/.、Ok. くな131112006朝鮮王朝実録31から10から12から 7http://silok.history.go.kr/.id/.、Ok. くな1 3 1 1万1 2 0 0 7 戦争実録10月12日上、宇都宮国綱、宇都宮高来貴人物語は、宇都宮国綱の軍講義。改役処分を受けていたが朝鮮での先行次第では、最高を許すとされ、順天上の戦いにも参加した。ありがとうございます。